Good morning. おはようございます。すがすがしい朝です。期待して今日も一日胸を張って進んでいきましょう。今日あなたに送る聖書の言葉、歴代史第二からの言葉です。今、知恵と知識を私にください。そうすれば、私はこの民の前を出入り、 いたします有名なソロモンの言葉ですソロモンは神に知恵と知識を求めましたそして私たちはソロモンの知恵と知識の言葉のすごさというのを今の時代に体験していますバイブの中にはもし 知恵が欠けたものがあるなら神に求めなさいそうすれば神は咎めることなく出し惜しみすることなくその人に知恵を与えてくださるというようなヤコブの箇所もありますジーザスは知恵と知識の宝なる存在だとも言われています私たちはバイブルの言葉 また福音書を通してその神の知恵と知識を得ることができますもちろん聖霊の働きを通してその御言葉の深さ高さ凄さその計り知れない神の奥義を学びまた日々の歩みの中で体験することができます ぜひ、信仰の創始者、完成者こそ、知恵と知識の源です。この方とのリレーションシップを、ぜひ、持ち続けてほしいと思います。あなたのために十字架にかかり、心理を磨いてくださった方は、あなたと宗教的な関係じゃなくて、愛に基づいたリレーションシップを持つために、この地上に来て、今も聖霊を通して働いてくださっています。 ぜひこの方を胸に今日の一日素晴らしい祝福、知恵ある行動を表して人々を祝福してあげてください。Have a good day.